俺には夢がない。だが夢を守ることはできる。俺のことを好きにならない人間は邪魔なんだよ。魂ネーション2024開催まであとわずか。開催に向けて展示品を紹介していきます。SH フィギュアーズ乾匠と SH フィギュアーズ草加正人を紹介していきます。 SH フィギュアーズ平成仮面ライダーシリーズ初となる主役ライダーと2号ライダーの変身前の姿を立体化。実際に役者さんのスキャンをして造形を行っているということで、こだわりのフィギュアとなっております。今回は造形や付属パーツなど詳しく紹介していきたいと思います。さらにですね、今回企画担当の辻元さんにお越しいただいたので、詳しく商品のことを教えていただきたいと思います。皆さんこんにちは。 SH フィギュア2仮面ライダーシリーズの企画を担当しております辻元です。よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、こちらの商品の発売を記念して、乾匠役の半田健人さん、そして草加正人役の村上光栄さんへのスペシャルインタビュー動画も公開されておりますので、ぜひそちらもご覧ください。どのようにスキャンが行われてギアが作られたかなど、新鮮な話が盛りだくさんとなっております。では絶対に見ます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速やっていこう。パーマニー、それでは SH フィギュアーズ乾匠から見ていきましょう。はい、乾匠を演じた半田健人氏のスキャンを実際に行いまして、顔の骨格や表情から全身のプロポーションに至るまで造形を再現しております。当時の資料と合わせて番組放映当時の2003年の乾匠を作り出していっております。ここに乾匠がいるかのような錯覚に陥っちゃうくらい再現度が高いですね。そうですね、あの番組中も印象的なボリューム感のある乾匠の髪の毛もしっかり造形で再現しております。表情もお顔をスキャンさせていただいているので、まあ、表情何個かついてるんですけど、ちょっと角度によってはあのシーンあったよね、こんなシーンあったよねっていうような感じで見ていただくこともできるかなというふうに思います。いや本当にテレビ本編を思い出すこのかっこいい表情、最高ですね。そうですね、皆さんが子供の頃に見ていた乾匠がここにいるかなって思います。はい、なんか服装も本編で見た服装してますし、なんかこの質感とかもすごいですね。一部である腹部に軟質パーツとかも使っているので、はい、あの可動の部分だったり、あとはあのオートバジンが先日はお届けになったと思うんですけど、はい、あの実際に乗せて遊んでいただくこともできるようになってますので、いろいろできるかなと思います。ちょっと触ってみてもいいですか。はい、あ、本当だ、柔らかいパーツになってるんですね。柔らかいパーツになってます。おー、すごいすごい。しかもこのウォレットチェーンもついてるところがさすがだなと思いました。これがしっかり再現させていただいてます。では改めて SH フィギュアーズ乾匠の付属品を見ていきましょう。はい、乾匠本体に装着可能なベルト、アイズドライバーやアイズドライバーへセット可能なアイズフォンが付属しております。テンキーを入力する際の手首や ACC で掲げる際の手首などアイズフォンに対応する交換用手首パーツも多数付属しております。さらに手首パーツごとにも半田健人氏のスキャンを実際に行いまして、手の甲や指先の表情までリアルに造形を行っております。 ACC に出現するトーンストリームを再現したフットシートも付属しておりまして、睨みつけるような表情パーツと合わせると仮面ライダーファイズに変身する一連のシーンが再現可能となっています。そしてタックンらしい付属品もあるんですよね。はい、そうなんです。乾匠といえば熱いものを冷ます時のフーフーしている表情パーツと、カップを持った交換手首が付属しておりまして、エポジターである乾匠を象徴したシーンを再現もできるようになっています。まさかの付属品ですね。これはでもタックンらしいので、このパーツの付属はすごいありがたいですね。実際フーフーした顔を半田さんにスキャンさせていただいて、こちらの顔も作らせてなるほど、じゃあこのほっぺの膨らみとかも忠実になってるんですね。匠の膨らみになっています。なかなかフィギュアにはないオプションパーツ。そうですね、はい、ではじゃあ他にもシーンを再現してみましょう。別売りの SH フィギュアーズオートバジビークルモードに乗せてみたり、最終回のシーンの再現もできるんですね。続いて SH フィギュアーズ草加正人です。はい、草加正人を演じた村上光栄氏のスキャンを実際にこちらも行わさせていただきまして、顔の骨格や表情から全身のプロポーションに至るまでの造形を再現しております。当時の資料とこちらも合わせて番組放映当時の2003年の草加正人をしっかりと作り上げております。こちらもすごいですね。本当にマジで草加正人です。これ本当に再現度高くてびっくりするんですけど、やっぱり髪の毛がすごいですね。当時の草加正人といえばいろんな髪型してたりするので、してましたね、はい、その部分をしっかりあの皆さんのイメージに合う草加正人の髪型を選んでチョイスさせていただいております。
います。確かにこれが一番オーソドックスなよく見た髪型って感じですね。この部分も動くようになっているので、はい、首の可動とかもしっかり取れるようになっています。あ、すごい面白いですね。ここが動くの、これで可動が担保されてるんですね。お顔もかっこいいですね。乾匠同様にですね、頭部にあの魂のデジタル彩色を用いていまして、顔の陰影とかもしっかり表情含めて再現を細部まで追求しております。肌の質感みたいなのもしっかりと伝わってきてすごいですね。やっぱりスキャンもしているのもあって、うん、細かく再現もできてますし、村上さんのご監修もあったので、はい、まあ、より忠実な仕上がりになっているかなという。うん、本当に魂が宿ってるような感じがしますね。そしてね、このネックレスとかもすごい細かいですね。当時していた番組でしていたような、はいはい、デザインになっています。この服とかもこっちも柔らかい素材なんですね。中正人の方も軟質の、はい、素材となっています。このジーンズのシワ感とかもいい感じですね。本当にあのシワもしっかり置いています。では SH フィギュアーズ草加正人の付属品を見ていきましょう。はい、草加正人の方にもですね、本体に装着可能なカイザドライバー、カイザドライバーへセット可能なカイザフォンが付属しております。天気を入力する際の手首や NCC で掲げる際の手首などカイザフォンに対応する専用の交換用手首パーツも多数付属しております。手首パーツごとにも、村上康平氏のスキャンを行いまして、手の甲や指先の表情までこちらもリアルに造形しております。草加はやっぱりカイザフォン斜め出しするじゃないですか。しっかりとカイザドライバーのスロットがこう斜めに固定できるっていうのも嬉しいポイントですね。そうですね、しっかりあのそのあたりは劇中本編を追いかけて45度になっておりますすごい嬉しいです。さらにですね、 ACG に出演する、ダブルストリームを再現したエフェクトシートも付属しておりまして、こちらもにらみつけるような表情パーツと合わせると仮面ライダーカイザーに変身する一連のシーンを再現可能となっております。また草加正人らしい付属パーツつくんですよね。はい、皆さんご待望の作中で印象的な草加スマイルの表情パーツとウェットティッシュで手を拭く指パーツが付属します。草加正人を象徴したシーンの再現もしっかりできるようになってますので、ぜひ楽しんでください。これはちょっとびっくりでした皆さん見てください、草加スマイル360度で楽しめますよ。後ろ姿もなんか笑ってそうな。さっきの、はい、髪の毛が動くのも、はい、実はこの草加スマイルの首の角度をしっかり再現するためにちゃんと動くように実はしているという。なるほど、草加スマイルあっての稼働みたいな感じなんですね。すごい、しかもウェットティッシュもすごいですね。これもだからウェットティッシュを持たせた状態でスキャンしたってことですか。はい、そうですね、に含めてスキャンしていますので、はい、これもあの村上康平さんの実際にウェットティッシュ拭かれる手をスキャンしてますので、あの本当にあのウェットティッシュを拭いている草加正人があのお家に来ます。なるほど、じゃあもうリアルな拭く動作が再現できるってことですね。最後に乾匠と草加正人を合わせてシーン再現をしてみましょう。はい、こちら2人の同時変身です。これはロマンあふれるポーズですよね。これは再現したい人多いんじゃないでしょうか。バンダイマニア、やっぱり役者さんのスキャンを実際に行って造形されているだけあって、指の先から髪の毛の一本一本までなんか特徴を捉えてて、すごいフィギュアでした。本当に感動しました。マシーネーションズの、魂を込めて、作り上げた仮面ライダー変身者のフィギュアとなりますので、ぜひ皆様手に取っていただければと思います。 SH フィギュアーズ乾匠は11月15日より受注開始となっております。お届けは2025年の5月と予定しております。また SH フィギュアーズ草加正人は2024年12月の受注開始を予定しております。お届けは2025年の6月を予定しております。プレミアムバンダイタイの魂ウェブ商店で受注となりますので、皆さんよろしくお願いいたします。魂ネーション2024は11月15日から17日までベルサール秋葉原1階、地下1階イベントホール秋葉原 UDX 2階の秋葉スクエア魂ネーションズストア東京で開催されます。ぜひお越しください。もちろん SH フィギュアーズ乾匠や草加正人ももちろん展示されておりますので、ぜひお近くでご覧ください。今回の動画は森ちゃんと企画担当の辻本さんがお送りしました。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。